4月19日、読売ジャイアンツが育成選手のエスタミウレーニャ内野手と支配下選手契約を締結したことを発表した。背番号は098から98に変更となる。ドミニカ共和国出身のウレーニャは2020年に来日。当初は育成選手契約だったが、支配下選手契約をつかみ取り、2022年まで巨人でプレー。2023年は楽天でプレーし、 2024年から再び巨人と育成選手契約を結んでいた今期は2軍で16試合に出場打率24441打数10安打2本塁打4打点の成績を残していた1軍では通算15試合で打率13023打数3安打の成績